んないんですよ、うん、もう素人からやっちゃう。そっからそう、いろいろ研究して。あ、こんな感じですね。はい、こんな感じ。今日は地方庁にやってきました。まあ、地方庁といえば ソースと醤油があるんですね。はい、その横は今もうやってる、隠れてるのがカレー味で今作ってる。そうなんですか。なるほど。それもね、ラフで作ってるからね。一番人気なのはやっぱソースですか。うん、このミリになるね。でも醤油も人気があって、あの結構あのさ、おじちゃんがなかなか今作れない。あ、なるほど。まあ、作れるんだけど、おじちゃんが今作れないから、いろいろ準備が忙しい。あ、そうですよね。まあ、いろいろと大変ですもんね。車とかも戦争だから、あ、そうですね、仕込みとかで。もう33年。最近ずっとやられ、お休み。あのね、1月の17から3月の31まで。あ、そう。うん、あの目の手術をして。ああ。うん。もう昔したんだけど、こっち家族残しちゃったから。共同作業がいいですね。おばちゃんはノロマでカメなんだけど、おじさんはもうすごい早いよ、スーパーマンよ。もうここいや始める前はどっかでやられてたの。いや、もうね、あ、ここで初心者でね、あの水汁ができる前にそこで家族で見つけたんですよ。最初は何でもわかんないし、うん、もう素人からやっちゃう。そっから、うん、そう、いろいろ研究して、お客さんのね、アドバイスが良かったから。あ、なるほど、うん、いろんなね。じゃあもうやはりここにママみたいな感じで、もう昔から知ってる飲み屋さんのママがおられたりとかするわけですよね。常連でちょっと買って帰ったりとかするんですよね。今度子供さんにね、持って帰ってくれたり。その子供さんがもう、ママさんは今度子供さんはまた連れてきてくれて、あ、もう入る。あ、今出ちゃった、ごめんなさい。すみません。餃子差し渡したくね。やった。あ、こんな感じ。はい、こんな感じ。はい、どうぞ。あ、はい。じゃあちょっと特別にね、いただきます。はい、どうぞ。暑いから気をつけて。はい。はい、いただきます。はい、あ、懐かしの。懐かしい。で、タコが大きく感じますね。タコ大きい。あ。うん。もうソースはあれですか、ブレンドとかいうわけじゃなくて。あ、お父さんがみんな手作りで作るんです。あ、そうなんですか。うん。醤油もソースもカレーライブは作ってないけど。あ。特別にここでいただいてますけど、ありがとうございます。あの、何時から何時ぐらいまでやられてるんですか。いつもね、でもここ来るのが9時過ぎになるんですよ。で、様子見ながら、今もコロナで、はいはいはい、帰るの早い時はもう様子見ながら焼いて、あ、で少ない時はもう早く帰るし。お休みの日は日曜です。日曜祝日で休みます。で、あと用事がある時にちょっとお客様休む時がある。うん。1日何個ぐらい作るんですか。もう今大したことないですね、こういう感じだからね。あ、一番多い時はなんかその全盛期というか、一番多い時ってどのくらいかな。もう200個とか。うわ、そんなんいかないかな。2人でこの分焼くから、もう一生懸命だから、これ焼くのに15分かかるから、あ、なるほど、1回焼くの。だからみんなが思うよね、たくさんは焼けてない。もう一生懸命焼くだけ。なるほど。断る方が多いから、焼けるまでに時間がかかるから。でも大体飲み屋関係のお客さんがほとんど。その感じですね。おいしい。ありがとうございます。うん、おいしい。
暑いから気をつけて、はい、ゆっくりさ。このちょうど口に入るサイズがなんか昔ながらのなんかですよね。今流行りのはあまりにも大きすぎてね。そうですよね。食べに行くと、だからおてんとこはもうこれで通すのずっと。もう今はもう本当に箸。あー疲れたわー、頑張ってー。箸で食べないといけないようなたこ焼きが多いんですけど、これはもう爪楊枝で全然ね、いける。そうそうそう。うん。これ日にちが経っても柔らかいんよ。うん。冷めても、だから冷めて食べる人も結構いるみたいで。うん。のが一番いい。ですよね。すみません、ありがとうございました。とんでもない。お口に入れてください。すみません。というわけで今日はこんな感じで、はい、祝日と日曜日ですね。そうです。はい。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。